都市対抗野球近畿地区二次予選、1回戦ミキハウス11の 4YBS ホールディングス、21日、大阪シティ信用金庫スタジアム、YBS ホールディングスは、ルーキーながら、1番を担う米幕、米幕、春一類手が4打数2安打をマークした。ただ、チームは敗れて第4代表決定戦に回ることになり、 まだチャンスはあるんですけど、勝たないといけないところで負けたというのが一番悔しい。ヒットは打ったんですけど、エラーがあった。自分がヒットを打っても打たなくてもチームが勝てるようなプレーをしたい、と振り返った。4回戦闘でサゼンダを放つと、9回には、元巨人のドラフト1位投手、桜井俊樹から中前だ。対策は考えてきたので、 そのイメージを持って打席に立った。それでもイメージ以上の球だったのでびっくりしたんですけど、なんとかヒットで繋げられてよかったです、とうなずいた。高校時代は高松賞でプレーし、首相として秋季四国大会で4強入り。その後、一並みして大阪市大、県大阪公立大に進学した。 以年時からは放置新聞大阪本社編集局で連絡員、下落針など雑務のアルバイトをするなど、野球、勉強、バイトの三足のわらじを履き、4年春には最優秀選手とベストナインを受賞。チームを全日本大学野球選手権大会初出場に、牽引した。 卒業後は、エース右腕の焼酎厚紙と YBS ホールディングスに加入。プロ入りを目指す米幕は、社会人でも全国に出て、有名になりたい、と新天地での躍動を誓った。